LFKNG はドイツ連邦共和国のまだドイツ社とディールディフェンス社が開発中の短距離防空ミサイルである。LFKNG はドイツ陸軍の新しい野戦防空システムシスフラを構成するサブシステムとして開発中のミサイルシステムである。シスフラはアメリカ陸軍のカウンター、ラムシステムと同様ロケット弾や迫撃砲弾などから 野戦部隊を防御するためのシステムである。2007年にドイツ政府はラインメタルディフェンス社とまだドイツ社による合弁企業シスフラ社を野戦防空システム全体の開発者として選定した。シスフラ社の開発計画によれば対空機関砲のマンティス時期空間防護システムと短距離防空ミサイルの LFKNG によって重心的な防御カモを構築することが期待された。 なお、マンティス磁気空間防護システムは GDF-02035mm 機関砲から派生した 35mm アヘッド弾利用の対空機関砲システムである。LFKNG の開発は、まだドイツ社とディールディフェンス社の共同で行われることとなった。BGT 社も参加した欧州数カ国の企業により国際開発された。 短距離空対空ミサイルアイリス T をベースとしている。C ラム用途の要請により、弾頭方式は変更され、運動エネルギー弾による直撃破壊式が採用されている。また、LFKNG は、T が攻撃ヘリコプターの自衛兵器としても搭載が検討されている。ありがとうございます。